私は人より探求心が強いらしくて、昔からヘンリーおじさんとエムおばさんには苦笑いされてましたっけ。でも不思議なものを見たら誰しも調べたくなるでしょ。オズの国での冒険はそりゃ大変でしたけど、普通じゃできない経験や出会いに恵まれました。はあ、思い出すたびに仲間に会いたくなります。脳がないカカシ、元は人間だというブリキの木こり、勇気が持てない臆病ライオン、彼らとの旅はとても楽しくて、本当に楽しくて、その分別れるのが辛くて、だから私は